中華人民共和国、北京市在住のチベット人作家。原石は、東部チベットカム地方のデルゲ、北京在住の中国人作家、王力オの妻。チベット人は、通常性を持たず、チェリンを押せる全体がであるが、自ら前半部を省略して、オドザーと名乗ることもある。また、アルファベット表記で王座も使用している。最初に日本語訳された、著書。 札影では、チェリン・オーセル、オーセルトの表記が並行して使用された。他に、日本語では、ウーセルトもかな表記される。1966年、チベット自治区のラサ市にて誕生。1988年、四川省生徒医師の西岸民族、学院看護文学部を卒業。監視法の編集者、記者に。1990年、ラサの チベット文学史の編集部に移籍。1999年、王力王の天送、チベット的名文を読んで王に、暴風の遺品である、文化期チベットの写真のネガを送付したことから王との交流が始まる。王の勧めにより、写真一枚一枚について被写体本人や、周囲の人々に取材していく作業に着手。2003年に出版した、チベット筆記が、後に、 政治的誤りを理由に発禁処分となりチベット文学を失職。以後、フリーで作家活動を続けて現在に至る。2004年、王力雄と結婚。2013年6月19日から、チェリン・オーセルが中国当局により自宅南近下に置かれていることが分かった。夫の王力雄と共に外出できない状態となっている。 サツコ・ボーフ・チェリンドルジェが撮影した文革期チベットの写真を整理し、被写体等にや、その関係者からのインタビューをもとに、被写体、撮影の時期、場所や、写真内で進行している出来事の解説を付したるポルタジュ。著者は、当初ボーフ、ボ府チェリンドルジェの遺品のネガを、あなたにはこのネガを有効にお使いいただけると信じ、寄贈いたしますとして、王立清に委ねようとしたが、 王の勧めにより自ら写真の調査に取り組むことを決意、チベット語の巧みな母を通訳として、1999年から2005年をかけて被写体本人や遺族、隣人、知人等に取材。2006年に台湾から中国語版が出版され、2008年に日本、博多から日本語版、インドダラムサラからチベット語版が出版されている。 中国国内では未完。チベット記憶チベットにおける文化大革命についてラサを中心に取材したルポルタジュ。撮影が写真の解説であるのに対し、本書はインタビューを中心とし、撮影と合わせ読むことでチベットにおける文化大革命をより立体的に理解することが可能。ありがとうございます。